それでは取りかけの楽な取りかけの仕方をちょっとお教えしたいと思います。まず取りかけをするんですけども、これやるときは取りかけの種類にもよるんですけど、まず最初にこう取りかける。そうするとここにちょっと隙間ができると思うんですけど、これをギュッて締めるとここがすごい締められちゃうんで、あんまりまあきつく締めずに、まずまあ根元で、腹の横の部分です、ここに取りかけちゃう。でその状態で一周は軽くして、であとはなんもですね、こんな感じで少しあんまりきつく締めすぎるとここが圧迫されちゃうんで、そうならないけど、で根元で取りかけやすくするために、まあちょっと緩めてでもいいんでこの形を作ってあげると。で次にこっから入るんですけども、これは入る、あ、これ全然ダメだ、全然上か。こんなもんかな、もうちょいだな、もうちょっと右か。こんなもんかね。でこれで矢を使えるんですけども、この時に、取りかける時にこういうふうに取りかけちゃうと、こういうふうに取りかけちゃうとこうひねって引っ張ったりとかすると、ここも今肩に力入ってるんですよ、右以上に力入ってるんですよ。ところがこれをですね、もうこれ引っ張らないと、引っ張らずにどうするかというと、親指をはずより10センチぐらい下に取りかけるんですね。取りかけてここでこの取りかけの形を作るんですね。であとはスーッと上に上げて当てるという感じですね。でこれで、あ、遠くで見えないな、じゃあやっぱこっちを使うか。今まではこういうふうにこういうふうに取りかけてて、こういうふうに引っ張ってたと思うんですけど、こういうふうにやらないと、まずこれよりちょっと下ぐらいに、これよりちょっと下ぐらいにまず引っ掛けると、掛け水を引っ掛けると。でそこでここで取りかけを作るんですね。でこの時中指で押さえつけるんじゃなくて、親指をグッとこっちの方向に入れながら、ちょんと乗せ上げる。で、あとは、スーッと上にこう上げれば、スーッと上に上げて、ちょっと当てる。スーッと上に上げて、ちょっと当てる。こういう動きですね。こうすれば、もう、ハズが、ちゃんと人差し指のここにつくので、このハズが、白い部分が、ここに当たるんで、ここに当てちゃえば、もう、ハズがこぼれることもないです。で、親指がポイントなんですけども、これ、こっちから取りかけようとしたりすると下向きに向いちゃうんですよ。こういうふうに、真横とか、こう、上から下に取りかけようとすると、下向きに向きやすいんですよ。そうではなくて、この下の部分で、まず作ってあげるんですね、取りかけの形を。で、それを、作った状態でこれ今まっすぐ向いてるんで、弓の引く動作っていうのは繋がってるんですよ。
さっきお話しした通り、あの弓の動作っていうのはつながっています。つながっているんで、何をやらなきゃいけないのかというと、まず取り掛けをやると。で、取り掛けは根元でしっかり取り掛けられるように紐を少し緩めてでもいいので楽にした状態で取り掛ける。そしてこれをやるときはこう取り掛けると、こう取り掛けるともう肘が上がった状態でこういうふうに取り掛ける、まあ、極端にそうなっちゃうんでダメなんで、そうではなくて楽にすると、腕を楽にすると、楽にした状態でここに取り掛けるんです。まず最初にここいきなりこっちに行っちゃうと肘がちょっと力入った状態でスタートしちゃうんで、まずここにすると、ここで取り掛けるのとここで取り掛けるんだったらもう腕が全然楽なんですよね。でこっちで取り掛けてここで形を作っちゃうんですね。ここで形を作ったら下から上にすり上げてチョンです。下から上にすり上げてチョンです。下から上にすり上げてチョン。ここで形を作って下から上にすり上げてチョン。で、何もここで引っ張ったり引っ張ったり内側に引いたり親指を下向きに入れたりとかしない。で、このまま下から上に上げてチョンと上がったらもう内起こししやすいんですよ。ここで親指が下に向いてると内起こしするときにこういうふうに上がっちゃうんですよ。だけどこの辺りで取り掛けて形を作って根元に取り掛けて親指をこの弓とつるの間に入れてあげるとスッと上げてもうそのまま打ち起こしいきちゃうんですよ。で、私の動画は私の弾いてる動画は取り掛けの写真がないんですけども、そういう風にやってるのでぜひやってみてください。以上で内容の説明終わります。ありがとうございました。